ぞい。ジーノゲームいいえ、コリンコです。チキチキンマッシュ。アラモノパレイス。アンコーキラロイ。イエーイ。今回ですね、風俗場の本音。まあ以前やったんですけどね、風俗場の本音をさらけ出していこうじゃないかと。あれ、やってたら乳首サミーみたいなやつ。ああ、ありましたね。まあ風俗場のね、本音ボットっていうのがあるんですけど、かなり更新されてたんで、おい、僕は新しく大喜利っぽくじゃないですけどね、はい、風俗場さんがどう思ってんのかっちゅうの。風俗場パンツ落としてみて、パイパンやって、サラダチキン見るたびにそのパイパン思い出すみたいな。俺や。あ、そうっすか。あ、そうっすか。いや、でもその髪型だって里帰り。誰が里帰り。頭入れようとするの。里帰り帰ってきた顔。パイパー。それでは風俗場の本音を覗いてみたまで。パイパー。ほな、言っていきましょうか。いきましょうか。出てますね。またか。のんぽくんからいきましょうか。あ、じゃあ僕らいきますか。うん、寝てるね。しっかりしてや。金額のやつですよね。行く演技をしてたら、では私もって言って行ってた客がいた。何、どういうこと。だから説明して。女の子側が行くふりをしてたら、では私もって言って行くお客さんがいてましたみたいな。だからその変な客ってことや。ああ、確か私って呼んでんね、自分の。私も行きます。ああ、やっぱでもそれやりすぎやりそうやな。いや、行きまーすが言わへん。絶対言わへんやん。言いそうっすね。いや、言いそうのイメージを塗り替える。危ない危ない。まあノッポはまあじゃあ自分のこと言ったってことで、ランランちゃう。いや、言いますか、ランラン。はい、僕が気になったのは、顔にまたがってって、おならしておならしてってすごい飛躍で迫られたから、思いっきり踏ん張ったら身が出てしまった。めちゃくちゃおもろないですか。もうオッチ分かったよ。一回再現してみて、どんな感じなんだろう。お客さんも再現したんですか。俺が女の子、女の子にして、おならして、おならして、なんだ、あそこがそばにいるな。お稲荷さんが女の子役やから。へぇ、ラップンレディー。ラップンレディーじゃなんじゃないの。興奮するんやっぱり。いいな、でも両脚やな。おならして、面白いね。まあ僕ちょっといいですか。はい、はい、これ多分誰かメンバーのこと書いてると思うんですけど、昨日とんでもないやつ来たよ、2時間だけど10回本番させられて出していきやがった。あ、これまあ誰かです。自分じゃん。ね、俺はじゃあ俺10回もいかねえから。10回はいかねえ。俺の中では2時間10回ですか。予想米かランライ。待ってください。入れて3分で行き、もうこれも2人。ああ、でもソロ、じゃあソロですね。抜いたらすぐにまたフェラしてと言われ、立ったらまた入れて行って、抜いた直後にまたフェラ。これもどっちかよ。でも3分っていうのが、米3分ですね。3分の米かよ。3分の米。あんな性欲ザル死ねえ。どっちか言われてますね。まあ、わかります。その気持ちは、やりたくなるっていう気持ちは。でしょ？はい。でも、自分の場合は、すぐ抜いて、その後お風呂入って、そのまま帰るってパターンですよ。じゃあ、俺じゃないです。一緒に。あんま変わらんすね。変わらへん。ぶっちゃけ、でも1日みんな何回行けますか？ああ、いや、そのね、例えばこれだと2時間で飲んでるとしよう、風俗。はい。2時間で何回行ける？僕も、最近衰えてるんで、4回ですね。見てんな。すごいな。すごいね。ウォーカードですね。マッシュとか結構いけんじゃん。僕、リアルに言ったら6ぐらい。俺よりやばいな。好きだったら6は。気持ち悪い。1.2 連覇っすね。20分に1回してるの。いや、入れっぱなんか、賢者タイムみたいなね。あ、ないっすよ、あれの反応すごない。でも人によるな、賢者タイムないっすか。ほんまにな。だって、普通にギリだもん。あ、でもそれめっちゃわかるね。お腹崩すもん。全然行きすぎた。あれあるな。みんな何回行くかどうでもよ。次行きましょうか。とりあえず本指名のお客さんが消したチンコピーンって指で弾く仕草がキモい。あ、立った時ピーンって。やばない、そいつイケメンがチッてやめて一緒に。ああ、そういうのね。追加再現してみて。そのチンコ、お客さん役ちょっとチンコ痛い。それってでもそっちなの、下からじゃん。ああ、こうやってパリーン。そっち俺ようやんです。やりますね。それは朝立ちした時やるな。ああ、ピンってやるんでも。女の子の前ではやらない。一人でやりますよね。一人か、まあ男だけ。一人でやるのはキモすぎやね。じゃあマジック行こう。いいですか。
70代のクソジジイにお金欲しいなら舐めなよ、ほらほらお金だろお金、友達のジジイにチンポを四つん這いで動物のように追いかけますよ。追いかけさせられたって。1週間後にその店辞めたらしいです。70歳のクソジジイらしい。よう立ったな。逆に俺の親父ですね。はい。まあ、やっぱりね、皆さん元気が足りない。やっぱりその風俗系のね、ボットに対して僕は納得いく部分、腐りました。はい、でもその中で厳選しろって言われたら、難しいです。なんで言い切ってるんですか。はい。まあ、そもそもね、やっぱりみんな、しょうもない四つん這いでどうのを追っかけられたとか、それだけじゃないです。俺はお客さんとしての意見で言いたいと思います。まあ、確かに。長いな、もう。早く、ああ、わかった。早く。出た言ったかなっていう客がいるよね。自分のチンコなのに精子出た子もわからない客だって何なのと言われた時ね、お前のことはい、え、どれ私は、言ったことあるんですよ。確かに。だからお前のはい、私は言ったことあるんですよ。絶対女の顔すごいドンビーだっていう記憶は私には。で、お前の話見たのか見てください。見たのか見てください。え、出た言ったかな。ドンビー出たでしょ。あ、いや、もうね、この顔ドンビー出たでしょ。はい。僕らの顔見てください。あ、ドン見てます。いや、だからやっぱり皆さん、確かに風俗もっとめちゃくちゃ楽しいです。これ見るだけで俺安心感あります。あ、こういう人も同じ人がいるんだ。コメ行ったふりしたってことやな。あ、確かに。いらん。多分カメラに入ってないと思うけど、はい、確かに。聞こえてないって。あ、確かに聞こえてないですね。聞こえたら俺は堂々と出します。それがやっぱりそれいいことはしないです。ということで、風俗嬢の本店ボットでした。風俗行かれる男の方と風俗で働いてる方、勉強になったんじゃないでしょうか。ほんまに思ってるか。もっと素直、正直鳥みたいに2時間に撮って、最初の1時間半ぐらいはいいよいいよ、しゃべるしゃべるわけ。あと30分、あと30分のアラームなった時に、なんか風呂入らんのみたいな。俺ごめん、真逆やねん。俺来た瞬間すぐ風呂入る。はい、ということで、この動画が良かったねと思っていただいた方は、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。おーい、じゃあもう今回の企画はコメちゃんの企画なんで、コメちゃんが今まで風俗行った時にこれ良かったなっていうエピソードでした。あ、いいですか。いや、恥ずかしかった方がいいじゃん。あ、恥ずかしかったこのエピソード、めちゃくちゃ昔の話ですよ。昔ですね、5年前ほどね、お金ない時、まあ新人期間の時、チョリゾーさんがね、風俗代を奢ってくれるということで、僕はね、風俗嬢を呼んだんですよ。ありましたね。はい、で、その時にね、呼んでもまあ良かったんですけど、まあ外人さんが2人来られてね、お金マネープリーズみたいに言われて、で、俺さ、2人分払うかなと思って、チョリさんの部屋に行ったら、チョリさん寝たふりをするんですよ。じゃあ俺は、まあ酔っ払ってた人とごめん、お金ない時やったから、まあまあ2万ぐらい渡すわ。おー。なんかじゃなくて2万で行ける子を呼んだってって誰かが言ったら、2人来ない。はい。おー。で、そしたらもう、俺はもう部屋で寝とるで、その倍で払え、みたいなこと言われて、でも俺は2万しかないから2万だけ払って、プレイをしたということを。で、もう、これがいい。めっちゃ俺のドア、ちょっと助けてください。はい、それはね、人生初めての 3P をもらえましたということで。ちょっと嬉しそうやな。